聖カタリナの神秘の結婚は、イタリアの国際ゴシック様式の画家、ミケリーノ・モリナー・リナ・ベソッツォによる1420年頃の絵画である。イタリアのシエナにあるシエナ国立美術館に収蔵されている。ミケリーノによる唯一の署名入り作品である。確実にミケリーノに帰属できる他の絵画は、ニューヨークのメトロポリタン美術館に所蔵されている聖母の結婚のみである。 本作は、聖母マリアに、膝の上で抱かれている幼子、イエス・キリストが、アレクサンドリアの聖カタリナと象徴としての神秘的な、結婚をして、聖カタリナに指輪を差し出しているところを表している。聖カタリナは、幼子の前に膝まずいて、広い毛皮で、裏打ちされたバラ色のマントと金色の王冠を身につけている。その長いブロンドの髪は、当時の貴族の女性のアトリビュートである。 側面には、洗礼者ヨハネと聖アントニウスがおり、聖アントニウスの典型的なアトリビュートである豚が足元にいる。画家の署名、ミッヒレーヌスフェチが聖母のマントの下にある。聖人の名前はそれぞれの隣に書かれている。ありがとうございます。